新型コロナに感染し、当初無症状だった自宅療養中の高齢者が死亡したことに対し、河村市長はギリギリの状態だと述べました。全く無症状であってもと、いうことでございますけど、さらに丁寧にね、対応させていただくようにやりたいと思います。名古屋市は死亡が確認された高齢者の年代や基礎疾患の有無などは公表していませんが、死亡する 4,5 日前に感染が判明しました。この高齢者は無症状だったため自宅療養していて、市は死亡する前日の健康状態を確認していました。その後容態が急変したとみられ、死亡が確認されたということです。名古屋市内ですぐに対応できる226の病床はほぼ満床の状態が続いているということです。